一番好きな映画は海よりもまだ深く。よく見るテレビ番組は愛席食堂、水曜どうでしょうとか。小さい頃はどんな子供でしたか？まあでもずっとこうサッカーをやっていたので、アグレッシブというかスポーティーな子でしたね。休み時間とかチャイムになったらすぐグラウンドに駆け込んでました、一人で。学生時代の得意科目と苦手科目を教えてください。まあ体育は得意だったんですけど、そういう学問的なので言うと数学、苦手なのは英語です。一番キラキラしていたと思う学生時代の思い出、まだ僕卒業して1年しか経ってないんですけど、今全部がキラキラして見えてますね。すれ違う制服着た人とかいると、もうなんかそれだけでちょっと虚しくなります。はい、LINE 派、電話派、LINE 電話派ですね。一度だけ何でも願いが叶うとしたら何をお願いしますか？人間が働かなくても、衣食住が満たされていなくても幸せを感じられる生物にしていただけるとありがたいです。無人島に一つだけ持っていくとしたらお墓ですかね。そこで死ぬ覚悟を持っていく。自分の性格の一番の強みは逆算するのが得意。自分の性格の一番の短所は頑固というか、こう自分のこう意志が強すぎちゃって、周りの意見が入ってこない時があるので、そこが弱いところだなと自覚しております。自覚している口癖は AA ですかね。冒険と安定、どちらを選ぶ？安定です。好きな女性のタイプ、そうですね、一定の距離感を保ってくれる女性ですかね。初恋はいつですか？エピソードを教えてください。初恋ってどこから初恋って言うんですかね。幼稚園の頃とかに〇〇ちゃんと結婚するとか言ってた記憶はあります。女の子の髪型はロング派、ショート派、ミディアム派？ミディアム。女の子の可愛いなと思うファッションは、その人にこう似合ってれば何でもいいなとは思いますけど、でも僕的には、まあ、古着とかちょっと下北にしそうな匂いがする子は割と好きかもしれないですね。告白したい、されたい？されたいですね。されたことないんで。何フェチ？あ、そう、最近なんですけど、男性の腕になんかちょっとキュンとしちゃう。がっしりとしたこう俳優さんと一緒にドラマを撮影させていただいてるんですけど、見とれちゃってますね。血管が浮き出てる感じとかいいなって思ってます。年の差は何歳まで OK？ ね、今の年齢だと下は1個までかな、上は10個ぐらいまでなら、20歳だとしたらってことですね。年が上がったら変わるかもしれません。結婚願望はありますか？あります。僕はもう早く身を固めて早く田舎に移住したいと考えております。はい、結婚相手の条件を一つだけ挙げるとしたら、さっきと一緒になっちゃいますけど、こういい距離感を保ってくれる女性ということですね。プロポーズはどんなシチュエーションが理想？大それたことはできないというか、なんかこっぱずかしくなっちゃうと思うので、何気ない団らんの時間の中でさっと渡してみたいですね。回答を彼氏にすると、こんな特権があるよ。デートは自然が多い場所に連れてってくれます。好きな人に一世一代の告白、なんという？好きだよって言います。将来子供ができたらどんな風に育てたい？厳しく育てたいですね。法に触れない範囲で。元気になれる言葉とともに頭ポンポンだ。僕最近気づいたんですけど、人に心配されるより頑張れって言われた方が頑張れるんで、頑張れ。バレンタインデーで最高何個チョコもらった？でもなんかうちのこう通ってた高校だったり中学校が、男女がものすごく仲良い学校だったので、もうクラスメート全員にこう女子が友チョコを作ってくれるんですよ。なんで結構多かったかな。いわゆる本命みたいなのは別にそんな大したあれないですね。20ぐらいかな。狼から約半年、自分が一番変わった部分を一言で言うと、精神面がこう老け込んでしまっている、こうどんどん衰退してきてしまっていることですかね。フレッシュさが失われた。
あざとくて何が悪いので、共演した山下美月さんの印象は、そうですね、でもすごく明るい方で、一緒にこう撮影されても気さくにこう話してくださりますし、現場が温かくなるような素敵な方でした。撮影中のエピソードを教えて、一回ロケで僕が居酒屋でバイトをしてるんですけど、居酒屋が下北にあって炭焼き屋さんみたいなのかな、撮影終わった後に店長というか焼いてくれたやつをみんなで食べたのがものすごく美味しくて、また行こうかなって思ってます。一番好きな女性のあざと仕草は、あざと仕草、こう結んでた髪をこうほどくときにサッとするじゃないですか、あの時に髪の匂いを散らしてる感じ。一番印象に残っている作品は何ですか？逃げ恥の新春スペシャルに出させていただいた時が初演技というか、素人のまま突っ込んでったんですけど、その一番最初のシーンが星野源さんをこう目の前にしてこう会話するシーンでっていうので、バチバチに緊張しながらやったっていうのがすごく印象に残ってますね。これから演じてみたい役は猟奇的な役とかやってみたいですね。ファンに何と呼ばれるのが嬉しいですか？でも普通にカイトくんですかね。カイトさんにとってファンはどんな存在？本当ね、ファンの方々がいなかったら僕がこうやりたいこととかみたいなことができてないので、本当に毎日というか本当に毎回毎回も感謝してますし、なんかすごくこう寄り添ってくれてる、こう DM とかコメントとか確認するんですけど、温かいだなっていうのはすごく毎回感じますね。芸能界で一番仲のいい人は、その人とのプライベートなエピソードを教えてください。いや、僕仲いい人いないんですよね。そもそもこうキャリア芸歴が短いっていうのもありますし、僕が世に出始めた時にはもうすでにもうコロナがもう流行ってしまっていたので、それこそこう打ち上げで外にご飯行ったりとかっていうのは全くできなかったので、ぜひ誰か僕と仲良くなってください。お願いします。共演できて一番感動した人は、これは俳優としてではないんですけど、冬さんというドラマーの方がいまして、その方と一緒にこうラジオに出させていただいたことがあるのと、その冬さんのこう生配信ライブみたいなのに参加させてもらったのがずっと好きなドラマーさんだったので、すごく嬉しかったです。今後共演してみたいアーティスト俳優さんは、本当におこがましいんですけど、スピッツさんですかね。俳優さんは、もう一度星野源さんとお芝居したいです。リベンジというか成長してまたこう一緒にやらせていただけたらなと思ってますね。いきなり1ヶ月休みができたら何をする？逆にこう手持ち無沙汰になりそうですけどね。でも今はなんかね、遠方に旅行行ったりみたいなのもちょっとなんかはばかられるので、やりたいことを全部するかもしれないですね。サウナ行ったり、離れた自然が多い場所に行ったりとか、映画見に行ったりとか、なんかそういうことすると思います。自分が女の子だったら彼氏にしたい有名人は、彼氏って言い方はちょっと変かもしれないですけど、沢村一樹さんですかね。過去に戻れるならいつに戻って何をする？高一ですかね。高一からまた高校生をやり直したいですね。一つだけ何かの能力が手に入るとしたら、アイアンマンになりたいですね。こうやってたらスーツがこう飛んできてほしい。一日だけ誰かと入れ替わるとしたら、一日だけか、ヘアメイクさんとかスタイリストさんとかカメラマンさんとかのアシスタントさんをやってみたいです。一番大変そうだなっていう、なんかすごい感じる、個人的にはリスペクトしている方々なので、どんぐらい大変なのかみたいなのをちょっと味わってみたいですね。10年後の自分を妄想してください。はい、妄想しました。あ、言いますか？はい、普通に妄想してました。まあ、なんか頑張ってました。はい。20年後の自分をもうまた妄想しなきゃいけないですね。20年後ってことは40なんで、
僕最近すごくこう自分の未熟さとかこう若さとか経験の少なさみたいなものにすごく嫌気がさすことが多くて、だから早くいろんな経験を積みたいって思ってるので、なんか20年後にはもっといろんな知識を蓄えた大人になれてるんじゃないかなと思います。出てみたい番組はありますか？相席食堂に出たいですけど、でも僕がロケをできるとは思えないので、インナージャーニーとしてMステに出たいですね。死ぬまでにやりたいことを3つ挙げてください。田舎への移住、農業、だから自給自足ですね。あとは結婚式。今の夢を教えてください。ドラマだったり映画だったりでこう主演を張れるような俳優になりたいと思っております。バンドとしては一番大きいことを調子乗って言わせていただきますと、ドームツアーをやりたいです。夢を叶える秘訣は、僕が教えてほしいですよこれは。でも僕がこうやりたいことを今着々とこういろんなことをやれるようになっているのは、いろんなことをなんか逆算して行動するようにしてます。なんか例えばこうサッカー選手になるためには J の下部組織に入ることがこう最短で、どういう練習しなきゃいけなくてみたいなのでこうやってってるのが、結構ちっちゃい時からずっとそういうことをやってきてたので、だから今こういう風にいろんなお仕事させていただいてるのも、いろんなことをこう決断してった先に見えるものがあるのかなと思うので、いろんなことをなんか考えるといいのかなと若造が申しております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想を一言。長いこんな僕の百問百答で果たして聞いてくれる人がいるのだろうか。最後まで見てくださった方は温かい方々なんだなと思います。最後までこうお付き合いいただきありがとうございました。